3-50タドゥバイラーギアーダピドーシャビージャクシャイエーカイバリヤム。それにも無執着になり、また血管種子が死滅すると私だけ。3-50タトゥソノバイラーギアーダ無執着からアピまた動作血管ビージャ種子タドゥバイラーギアーダビ動作ビージャそれにも無執着になりまた血管種子がクシャイエ死滅でカイバリアン私だけクシャイエカイバリアン死滅すると私だけ。3-50識別地さえ跡形もなし。仕切りの種なく私だけ。前八式を知るだけでも大変な知識だと思っても、私は有意識勉強したなって、有頂天になる人たちいるでしょ。愚かなことですね。で、その次にはね、有意識と前八式の区別まで私は理解したんだってまた有頂天になるでしょ。それも愚かなんです。で、そういう識別値とかあらゆる状態への主権が確立されたにしても、私はもうどんなことにもこだわらない。よく修行できてない人も言うんですね。私はもうこだわりなくなりましたから、そういうこと人に言うことがこだわりですから、手紙出し僕にそういう手紙くれることがこだわりです。で、その跡形があるようではいけないっていうことなんですね。全知性を得た喜び、もうこの現象世界はこうなってこうなって、プラクリティが変遷してね、サングナがこうなって、陰陽がこうなってこうなってるんだって分かったにしてもですね、そういう喜びの跡形、興奮の跡形があるわけです。で、そういういずれにも無執着になり、また私は執着していないという匂いすらなくなって、まあ、もし自分はもう何もこだわらないんですよって自分から言うとしたら嫌味ですね。それは跡形なんですね。そういう血管種子、エゴ、私という思いがこびりついてますから、それさえ死滅すると私だけ、アラマナマハリシのように、すべては全体生命なのです。あなたは全体生命なのですと、そればっかしになるわけですね。あなたっていうのはすべてはっていう意味なんですね。そこまで行って初めて下脱。それにも無執着になり、また血管種子、血管種子っていうのは私の跡形があるっていうことですね。が死滅すると、完璧に払拭されると。まあ、完全な無我っていうことですね。完璧な無我。それが私だけ、カイバリヤン。それがヨーガスートラでいう下脱ですよ。それは無習字三昧と一緒です。復習歌3-49自分と無我の識別知者、全的主権と知性持つ。3-50識別地の跡形消えて、仕切りの種なく私だけ。半歌3-49自分が思う無我の状態、これでは無我になるわけがない。3-50識別地を振りかざしても、せいぜい学者で終わるだけ。感覚三山その支配、器官なしでの感受作用、無我の知者に全的主権、しきに種なく私だけ。